皆さんこんにちは。それでは合格答案作成講座の模擬講義編やっていきましょう。今回扱うのは旧司法試験民法の平成2年の第1問です。なんとこの講座聞くと解けちゃいますよ、旧司法試験。それでは早速問題検討からいきましょう。YouTube とかで見てる方はですね、下で、答案とかねダウンロードできるようになってますので、そちらご覧ください。で、まず問題見ていきます。 A は夫である B の事業が不振で家計にも給付するようになったため、 B に無断で B から預かっていた B の実印等を利用し、 B の代理人として B 所有の土地を C に売り渡した。まあ、なんとなく分かりますよね、勉強されてるから。まあ、夫と妻で無権代理やった、あ、これあれかな、家事代理権の話かなとか、まあ、想像つきますよね。で、1の括弧1、 C は B に対しその土地の所有権移転登記手続きをするよう請求することができるか。A 括弧 2、 C は A に対しどのような請求をすることができるか。 C の請求に対する A の反論についても含めて説明せよ。まあ、こういった問題なわけです。で、皆様方は予習するときね、この事案を解きほぐして考えて答案構成、まあ、答案に何を書くか、これを考えてきていただいて、まあ、紙に書き出してもいいし、考えてきていただいて講義に臨んでください。で、これ私の方で問題解きほぐしますよ。まあ、夫 B がいて、別にここ代理権与えた感じではないんだけど、妻 A がいて、で、これが B の代理人として、つまり権名ありで B 所有の土地を C に売却した。で、問1としては C は B に何か請求したいんですよね。これが問1、証文括弧1です。で、順番に考えていかなきゃいけないんだけど、 C が B に対して土地の所有権移転登記手続き請求できるか。これですね、論文を書くときは順番に考えていく必要があります。答案に書くか書かないかは別として、まずなんで C は B に対して請求できるようになるのか。これね、 CB 間に売買契約の効果が帰属しないと C は B に対して所有権移転登記手続きを請求できないですよね。もうちょっと詳しく言うと、所有権移転登記手続きを請求する、この根拠2つあります。1つは物件的請求で、私に所有権があるから登記をこっちによこせっていう物件的請求。もう1つが債権的請求で、買ったからこっちに登記を移せという請求。まあ、どちらにせよね、所有権移るのも売買契約が成立していなきゃ移りません。ということで、この CB 請求の根底として、BC 間に契約の効果が帰属していなければならない。そのためには BC に代理、有権代理って言ってまともな代理が成立しているか、表権代理が成立していなきゃいけない。で、施行の順番としてはまず有権代理検討するんだけど、で、確かに A さんは法定代理権があります。日常家事代理権っていう、夫 B の家事をね、日常家事で代理する権限があります。これ覚えてますか？ちょっとやっておきましょうか。最後に回答例見ますけど、761条ね、民法761条をご覧ください。夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を負う。ただし第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合はこの限りでない。まあ、これ夫婦が相互に連帯債務を負って規定なんだけど、この根底には夫婦はね、お互いに日常家事代理権を有しているってことがあるんですね。で、これ761条で日常家事代理権があるんだけど、
ただね、土地の売却って普通日常家事代理権超えてますから、やっぱり超えている、超越の方がいいかな、こっちの感じにしましょう。超えている、だからこれ無限代理なわけですね。で次に論証が出てくる。じゃあこの日常家事代理権をもとに110条の表権代理が成立しないか。でこれ論証が覚えてる方は論証を書く。でね、論証を答案構成で何回も書くのは時間の無駄なので、例えばね、丸ロって私は書きます。ここ論証を書くんだよということです。であと当てはめなんですけど、正直ね、これ先ほど申し上げたレベル1の B の問題、旧司法試験の問題で当てはめがほとんどできない、具体的事情が書いてない問題なので、こういった事情があればこうだぐらいでいいです。じゃあ早速ね、小問括弧1の回答例見ていきましょう。これ私の回答例です。で、C が B に対しその土地の所有権移転登記手続きを請求するためには、本件土地の売買契約の効力が BC に帰属している必要がある。でね、論証を貼り付けるだけじゃ終わらないんですね、論文の問題って。で、論文の問題って何を書かなきゃいけないかというと、まず問いに答える。問いは、所有権移転登記手続きをするよう請求することができるか。イエスはノーですよね。で、そのまず思考の順序として、所有権移転登記手続きをできるためには何が必要か、逆算していくんですね。当事者のやりたいことを叶えるんだったら何が必要か、それは本件土地の売買契約の効力が BC に帰属していること。じゃあ BC に帰属しているためにはどうするかというと、有権代理、まともな代理ね、そのためには本件土地の売買契約に関し A が代理権を有していればいい、こういう順序で書いていきます。で、論文の答案ってね、慣れもあります。だからね、まずは合格答案作成講座を受けていただいて、最初のうちはね、慣れることに目標してください。慣れることをね、そのうち書けるようになります。で、なんとか自分でね、書いてみようとして試行錯誤する、これも大事。慣れと試行錯誤、この2つが大事です。じゃあどんどんいきましょう。で、まず夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を、761条で民法って最初書いて書きましたけど、2回目以降民法だったら民法で単語は別に省略しても構いません。で、761条はあくまで連帯責任の規定で、ここから日常家事代理権を導く。この連帯責任の前提として、夫婦には日常の家事に関する法律行為に関し相互に代理する権限、法定代理権があると解される。しかし土地の売買は日常家事に当たらないので、まあ普通は当たらないですよね。日常家事っていうのはだってね、日用品の購入とか、まあ、病院代の支払いとかね、そういうものなんですね。で、妻への成した売却行為は無権代理である。そこで日常家事代理権を基本代理権として表権代理が成立しないか問題となるということになります。で、まず法定代理権が110条の基本代理権に含まれるかが問題となりますけど、これは肯定すべき。 でなぜかというと、理由も書く。必ずね、論点の結論には理由をつけてください。相手方の信頼を保護する必要があるのは任意代理権も法定代理権も変わりないから。しかし仮に761条の代理権が110条の基本代理権に当たるとすると、相手方が善意無過失であれば、夫婦の一方が他方の財産を処分できることになり、夫婦別産制に反することになります。762条をご覧ください。夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中事故のなら得た財産は、その特有財産、夫婦の一方が単独で有する財産を有とする。夫婦のね、相互に日常家事代理権があって、それで110条の基本代理権成立すると、まあ相手方全員無価値の場合は、夫が妻の財産勝手に処分できて、妻が夫の財産を勝手に処分できることになる。これは夫婦別産制を実質崩していることになる。だから取れないんだということです。で、こういった理由付けね、ぜひ自分の言葉で噛み砕いて説明できるようにしておいてください。論文で書くかどうかは別として、自分で説明できないことは理解していないということです。この講座を通じてぜひね、しっかり論点をもう自分の血となり肉とする、そういうことをね、身につけていただきたいと思います。
従って日常家事代理権は基本代理権に該当しない。ただ相手方の救済の余地が全くないとすると取引安全を著しく害する。そこで当該行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときに限り民法110条の趣旨を類推適用してその第三者の保護を図ると開始すべきである。本件では具体的事情は定かではないが上記のような正当な理由が認められれば C が保護され C の請求が認められる。で今回ね具体的事情よくわからないので、こういうふうに仮定的に書きます。正当な理由が認められれば C が保護され C の請求が認められる。でロースクール入試なんかこういった仮定的書き方をすることもあります。レベル1ですからね、レベル 1,2,3 がわからない方ですね、もう一個のガイダンス、これビデオガイダンスで受けてる方さっき流したね方に説明してありますのでそちらも見てください。で予備試験はレベル2なのでちゃんと事情がありますのでそれは当てはめをしてください。じゃあ証文括弧に行きましょう。これは C は無権代理人 A に対しどのような請求をすることができるか C の請求に対する A の反論についても含めて説明せよ。要するにこれ無権代理人の責任追及を書けばいいんですけど A の反論無権代理人の責任追及、損害賠償請求したときに A が何反論してくるか、117条1項請求ですよね。117条をご覧ください。他人の代理人として契約をした者は自己の代理権を証明したときまたは本人の追認を得たときを除き相手方の選択に従い相手方に対して履行または損害賠償の責任を負う。ということは損害賠償請求できるあるいは履行請求できるということになります。で、A の反論としてはまずね2項を見てください。前項の規定は次に掲げる場合には適用しない。1号他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときまず反論としては、本門の事情は明らかでないが C が悪意である。これ事情定かではないけど悪意だったら確かにこの請求はできません。でもう一個の反論は C が過失ある。117条2項2号を見てください。他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき相手方有過失ただし他人の代理人として契約をした者が事故に代理権がないことを知っていたときはこの限りでない。で A 反論として C 過失あるって反論すると思うんですけどこれは通りません。なぜかというと妻 A は無権代理人 A は自分自身が無権代理であることを普通は知ってますよね。これはダメ。なぜかというと理由は A 悪意。これが117条2項2号で、もう一つね、もう一つこれ有名論点です。無権代理人ってどういう反論しますか。論点で表権代理が成立する場合無権代理人の責任免れるかってありますよね。これダメで C さんは表権代理でこっちに請求してもいいし無権代理でこっちに請求してもいい。でも逆に言うと A 側の反論として一応ね論理的には表権代理が成立するから B に請求してくれ私には請求するなという反論が理論的には考えられます。ただこれも通らない。表権代理成立成立すると117条1項は通らない。でもこの結論は論点ですけど取れないですよね。なのでこれを書いていただければいいということになります。じゃあこれも回答例見ていきましょう。過去について C は A に対し無権代理人の責任として損害賠償請求をすることが考えられる。117条1項これに対し A は C が悪意であったと反論することが考えられる。同条2項1号実際に C が悪意であれば C の請求は認められないということになります。一方 A は C が有過失であると反論することも考えられるがこれは失当である。なぜなら A は自らが無権代理人であることを知っていると考えられるからである。でさらに A は表権代理が成立するとき無権代理人 A の責任追及はできないと反論してくることも考えられるがこれも通らないでしょう。なぜかというと無権代理と表権代理の両方が成立するとき相手方は好きな方を選択して追及できる。また無権代理人は表権代理の成立を理由として責任を免れることはできないと解する。
なぜなら、無権代理、表権代理と無権代理は別々の制度であるし、表権代理は相手方保護の制度であり、無権代理人保護の制度ではないから。でよって C は善意である限り A に対し損害賠償請求をすることができるということになります。ということで、今までも典型論点ですよね。でこれからも実は典型論点です。いきますよ。じゃあ、2、 C が請求をしないでいる間に B が死亡した。 AB 間にはこう D がいたが D は相続を放棄した。この場合に C は A に対しどのような請求をすることができるか、D が相続を放棄しなかった場合にはどうかという問題です。これは無権代理と相続という論点ですよね。で証文2の前段の方、これ考えていきましょう。でこれ本人 B、 無権代理人 A、 で D と A が本人 B を相続した、こういう関係ですよね。ただその後 D が相続放棄をした。で相続放棄をするといいですか、初めから相続人でなかったことになるんですね。ということは D は考えなくていいから、これは無権代理人が本人を相続したパターンになります。いわゆる論点ですよね。で判例は地位融合説を取ります。一方でこれ学者からの批判はすごく激しくて、地位融合説じゃなくて併存説が比較的有力説です。でこれどちらで書いても構いませんが、これね地位併存説か、失礼しました、地位併存説ね。でこの9種の問題って60分で全部書かなきゃいけないですね。で60分で書かなきゃいけないのに、これすごく聞かれてること多いわけです。でねこれ地位融合説と普段から取ってる方はそのままでいいです。で地位併存説取ってる方も地位融合説の方があっさり書ける場合はこっちを取っちゃうっていうのも一つの手です。あの判例ですからね、批判は強いといえ、なのでこれ時間との兼ね合いでどちらを取っていくかっていうのも考えていてください。あの論文の勉強でね実践力を養うっていうのも大切ですよね。で正直言うと時間の兼ね合い上論点を飛ばしたり短く書いたりあるいは説を変えたりすることってたまにあるんですよ。そういったやり方もね、あの講師の指導のもとに慣れていく、それが、論文合格答案作成講座の目標でもあります。で、まあ判例なんで地位融合説で書いていく、ちょっと答案見ていきましょう。第2証文2について1前段、D が相続放棄をしたので D は初めから相続人でなかったものとみなされる。で、ちゃんとね相続放棄なんかの条文も指摘してください。これ939条ですね、ちょっと引いてください。相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなすって規定です。でとすれば本人 B の相続には無権代理人の A のみで、この場合本人 B と無権代理人の地位が融合し、追認があったのと同様に無権代理行為は当然に有効となる。なぜならで一応ね地位併存説もすごく有力なんで、それに配慮して反論してあげましょう。なぜなら地位が融合しないとの見解を取ると、無権代理行為をした者に追認拒絶権を認めることになるが、そのような必要がない。また契約はできるだけ有効にするのが法的安定性にかなうからである。したがって C は A に対し本件土地につき所有権移転登記手続きをするよう請求ができる、まあ、そういうことになります。で結論も大事、結論は聞かれていることはね、 C は A に対しどのような請求をすることができるか、で A が本人兼無権代理になって地位が融合したから無権代理行為が有効になるってことは所有権移転登記手続きの請求ができる、そういうことになりますね。
では後段、後段はね、D が相続を放棄しなかった場合、これは有名論点ですね。で、後段は本人 B がいて、無権代理人 A と本人 B、D がいて、これでは2つ相続した。で、これ追認権と追認拒絶権がある。これも有名な論点ですよね。まさに丸ロです。了解のロみたいに見えるけど、これひらがなのロね。で、無権代理にも追認権と追認拒絶権がある。で、これ無権代理人と本人だけじゃなくて第三者の D がいるから、これは地位融合しないですね。これ地位は併存して、2人とも追認権追認拒絶権持ってる。で、追認権はこれ準共有だから、2人揃って行使しないとできない。だから1人が追認したくないよっていう時点で追認はできない。2人揃ってじゃないとダメ、2人揃って行使。一方、追認拒絶権は単独で行使できるんだけど、 A さんはこれ審議則上行使できない。だって自分で無権代理行為しておいて追認拒絶するのは審議則に反するから。で、これをね、典型論点なんで論証を書いていけばいいということになります。では、見ていきましょう。後段、D が相続放棄をしていないので、このあたりも丁寧に説明していきましょう。本人 B の相続人は無権代理人 A のほかに D がいる。で、前段と違い、他に相続人がいる以上、無権代理人と本人の地位が融合し、追認があったのと同様に無権代理行為は当然に有効となると考えることはできない。前段との違いを強調します。他の相続人の追認拒絶権を奪うことはできないからである。そこで、本物の場合には無権代理人と本人の地位が併存し、他の共同相続人は本人の地位を有すると解するべきである。で、したがって追認権は AD に帰属する。で、権利の共有だから準共有と言います、264条。そして追認権はその性質を共同相続人に不可分的に帰属している。で、とすれば追認するには共同相続人全員でしなければならないということになります。ただし無権代理人 A は必ず追認。なぜかというと、追認拒絶は矛盾行為で審議則に反するから。で、無権代理人追認拒絶ができないってことは、必ず無権代理人は追認しなければならないってことになります。じゃあ D が追認したら契約全部有効ですよね。よって D が追認したら契約は全部が有効になる。その場合 C は A に対し本件土地につき所有権移転登記手続きをするよう請求ができる。で、一方 D が追認拒絶したら、一人でも追認拒絶したら全部が無効、契約の全部が無効。で、その場合 C が善意なら、で、 C が過失あっても A が悪意だから、それは考えなくていいっていうのはさっきやりました。 C が善意なら C は A に対し無権代理人の責任として損害賠償請求ができるということになります。いいでしょうか。これがレベル1の B、休止型の問題の解説です。どうです、書けそうでしょう。結構頑張れば書けますよ。そしてこのレベル 1B をやっていかないと、レベル2予備試験レベル、レベル3司法試験レベル、これ解けないんで、まずはこの段階をがっちり固めましょう。でね、やっぱり論文の勉強、これ講師の指導あった方がいいです。もちろんね、レックの入門講座から受けていただいた方や、他予備校で入門講座を受けていただいた方、これもね、合格答案作成講座を受けていただいてレベルアップできます。あとね、最初独学の方も論文はやっぱ教えてもらった方がいい。やっぱりね、法律論文特有のコツみたいのがあるんですよ。そういったものも身につけるために、ぜひね、この合格答案作成講座を受けてください。そして、これを受けてね、レベルアップしていきましょう。まずは予備試験レベルまでぶっと力を上げていく、そういう講座になります。それでは合格答案作成講座模擬授業は以上になります。お疲れ様でした。